さんこんにちは、アンバサダー J です。ですね、シーズンオフ企画として、今回はですね、こちらもスーパーファミコンですね、スーパーファミスタ4っていう1994年とか1995年とかなんかそれくらいの時期に出たものだと思います。時期的にはなんだ 10.8 とかあった時期なのかな、あのぐらいの時期だとは思うんですけども、まあちょっとゲーム自体は古いんで私もやった記憶がないんですよね。でもファミスタはファミコンのファミスタですかね、ああいうのやった記憶はあるんですけども、このスーパーファミスタ4はちょっとやった記憶がなくてですね、まあでもコントローラーのやつもちょっとわからないんですけど説明書がないんでね、まあでもファミスタ並みにちょっとできるとは思うんで、ちょっとやってみたいとは思います。ちょっとじゃあやってみようかな。これなんだ、あ、なんか押せばいいのか。やばい、コントローラーがちょっと古いんでスタートボタンが反応してねえのかな、これ。あ、行きましたね。ちょっとね、なんかいろいろあるな、これ。入団テストとかなんかあるんですけど、オールスターとかリーグ戦とか、ちょっとね、とりあえずまず一戦勝負今回はやってみて、操作の方法とかちょっと覚えたいと思います。で、まず一戦勝負ですね。対戦コンピューター、対戦でコンピューターですね。もうなんか、ああ、なんかバッファローズがあるな。今は亡きバッファローズ。マリーンズ。あ、ダイエムホークスですね。あ、ブルーウェーブスね。とりあえずジャイアンツでやってみましょうね。相手はどこだろうな。まあとりあえず伝統の一戦ということでタイガースかな。先行、どっちが先行か。まあジャイアンツ先行でやってみましょうか。あ、なんかいろいろ球場あんな。あ、これ東京ドームかな。神宮、これ神宮の森って書いてあるけど。あ、なんか綺麗ですね、マリンスタジアム。所沢か。これは西武かな。港の横。これは横浜かな。これシャチホコだから、これ名古屋でしょうね。ナムコ、これは関係ないか。馬鹿ドームって、福岡のあれかな。しゃもじ。どこだ、しゃもじって。わかんねえな。鹿せんべい。鹿せんべい。どこだ、鹿せんべいって。裏六甲。裏六甲もわかんないな。六甲山ってこれは甲子園でしょうね。まあ甲子園でやってみましょうか。うわー、なんか懐かしいな。桑田、斎藤、牧原、川口。川口ね。広島から来た川口。これもいいピッチャーだったな。ジョーンズ。ジョーンズって覚えてないな。阿波野ね。近鉄から来た阿波野。橋本、あ、橋本いたな、橋本。PL 出身のピッチャーだったかな。石毛っていうの抑えいましたね。まあ、先発とりあえず桑田かな。打順、ボガタとか懐かしいな。河合、松井、落合、広沢、あ、広沢がだから移籍した時のあれか。ハウエルって。覚えてね、元木、村田、まあ、この辺覚えてますね。桑田、吉村いるんだ、まだ。岸川って覚えてないな。田分けって誰だ、田分け。田分け、この田っていうのもよく分かんないけど、田って誰だ、これ。保守。分かんねえな、これ原は、これ、今の監督でしょうね。デーブ・オークもね、これ。まあ、とりあえず、このままでやってみましょうか。
湯船、あ、湯船っていたな。左投げね、普通に打てますね。オッケー。さあ松井ですよこれで、ね、これ多分バット振ってんのは調子いいってことかな。なんか今入ってんのあれうっそー、やべ結構難しいな。さあ落ち合いです。ああ、これちょっと待って戻れねえな、ちょっとどうやって戻んのこれ、戻り方が分かんねえな。ちょっとピッチングはね多分ファミスタとかと一緒だと思うんで、まあとりあえずまずはノーマルで投げてみましょうか。うん、なんかカーブとかも多分これそうですね。うん、直球は下押しですね。うん、さすがやっぱ桑田はなんかカーブの曲がりがいいですね。あ、ちょっと待ってこれな、ちょっと待って、ちょっと待ってフライが取れねえこれ、ちょっとこんな難しかったっけ、フライが取れねえな。牽制球は B、 牽制球 B ボタンか。ゲッツ、あー、できねえか。ゲッツ難しいなこれ。石峰、あ、石峰ね、石峰いたな。おっしゃ、内角えぐったよ。難しいな、なんかファミスタみたいになんか簡単にホームランが打てるようなあれじゃないですね。おお、いいとこ投げるじゃん。オッケーオッケー。これ変える、塁に変える方法が分かんねえな。入ってんのあれ、フォーク投げてきたな、やべ、あ結構難しいな。あ、 A ボタンか、戻るの A ボタンですね。 B で進塁で A で戻るのか。新庄、新庄、そうかそうか、94年とか5年だとそれぐらいか。八木、あー、やべえ、また来た。おー、全然わかんねえよこんなのマジ、全然フライ取れねえぞこれ、やばいな、フライが取れねえなこれ。フライをどうやって取るかだな。もうなんだよくわかんねえな、なんでアウトになったの、キャッチャーフライかなんかな。ちょっとね、フライが取れないな、これ。
桑田打率3割8、3割8人とか。ああ。これなんか向こうの選手だと、なんか手を上げてくれるんだけど、こっちのフライド手を上げてくれないんだよな。難しいな。うわ。なんでやねん。なんでやねんとかって。いやこれなんかヤジもあんのかこれ。なんでやねん。とりあえずフライ打たせないってことだな、これ。重要なのは。もう三振取るしかねえよ。懐かしいな。オッケー、行ったでしょ。あ、ホームラン、あ、行かないか。あ、行ったでしょ、これ。オッケー、オッケー。サード行けるか。いてもおたれ、いてもおたれとかって言って。オッケーオッケー、いいねいいね。ハウエルってこれ外人だろうな、覚えてないな。あー、あ、いけたか。やべえ、面白いな、結構。うん、いいとこ投げますね。あー、フォークか。あー、なんでやねん。見逃し三振すると、なんか、ヤジが飛んでくんのかな。いいね、やっぱカーブがいいね、やっぱ。内角です、内角、内角ストレート。さーて、新庄か。あ、やべ、あ、ファウルか。危ない危ない。ああ、内角ストレート結構有効ですね。ああ、やべ、いい球だったな。またいいな、バッティング。さあ、尾形。尾形、確かスイッチヒッターってな気がするな。早かったか。まあ、デッドボールじゃないの、今の。
メか。危ねえ。あれ抜けねえんだ。難しいな。ああ、それ入んの？ああ、いやー難しい。かなり難易度高いな。取り方がどうか、なんか多分あるんだろうと思うんだけど、全然取れそうな気がしない。おお、なんかエラーもあんだこれ。アウトかよ。エラーみたいなのもあるんだなこれ。あ、難しいなちょっと。もうなんか手上げてますもんね、なんかオーライオーライみたいな。これやってくんねえのかな。何気に難しいですねこれ。この内角へのなんかこうカーブみたいなやつとか、これが結構有効かなこれ。結構粘るね。やるな亀山。オッケー、くじ。あー、いらっしゃった。エラーしやがった、こっちも。いや、とりあえずフライ打たれなければなんとかなるな。ラッキーセブン。多分ラッキーセブンはなんかみんなこう好調子みたいな感じになるんでしょうね。これファミスタ時代と一緒だな。あー、ダメか。あー、全然ダメだ。いや、俺こんなフライでも多分取れるような気がしない。
これなんかフォークで落ちないみたいなやつも、あ、落ちるやつと落ちないやつありますね、これ。ゆっくりな、その。ああ、桑田いいね、バッティング。これ落ちたな。うん、これ落ちないもんね。同じスローボールでも。これ難しいな、結構。音が若干違うかな。あれ、ツーアウトだっけかな。逆転や。ああ、さすが清水。今のフォーク落ちなかったですね。セブン出てきたな、また。あ、やべ、出た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 。取れないよ、取れないよ、取れない、取れない。難しいよこれ、どうやって飛んだよ。今はなんかラッキーで取れたような感じだった。難しいなこれ。なんかこれウーロン茶とか実名じゃないかな、これ。タイムリリーフとかもやっぱあんのか。なんか今汗かいてましたね、ピッチャーも。難しいね、バッティングもなかなか。まあなんか結構でも画像もいいし面白いですね。せんよこんなの。やっべ、フライが取れねだろう。そんな打てるわけないだろう。オッケー。これなんかちょっと嫌だな。さっきも例えば亀山粘ってましたからね。球がもういいなあ。あー、やべ、あぶねフライがちょっとどうやって取ったらいいのかわかんないけど、とりあえずなんか影を追っていくような感じかなこれ。お、行ったかな。ああ、いかないか。もう向こう簡単にフライ取ってますもんね、コンピューターの。
フォアボール。フォアボールもありますね、一応なんか。オッケー。ああ、いいとこ投げんな。うわ、落ちねえんだよな、これが。オッケー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 、いけるか。いてもたれいてもたれあー、これ落ちるか落ちないかの見極めが難しい。落ちたか。あー、フォアボールか。オッケーオッケーオッケー、大量得点ですね、この9回で。桑田バッティングいいな、しかし。あー、これなんか、尾形左に変わってますもんね、これスイッチですね、やっぱりスイッチいった。今のがボールで、なんでさっきのがストライクなのかわかんねえな。デッドボールだろ今のなんか。あ、入ったか。あ、ダメか。お、でも4点入りましたよね、9回。さあ、桑田完封勝利なるか。フォークなのかチェンジアップなのかどっちなんだろうな。あー、やべやべ。おおフラインがほんとちょっと、まあ一応取れてはいるけど難しいなこれ。お、ということで 7-0 ですね。大勝でした。なんか押すのかな。G 超快勝。あ、長嶋、あ、そっか、94年95年、長嶋監督か。いわゆるですね、冴えてましたね。似てねえな本日の格言、相手が弱い時には手加減してあげるものだってうん、まあまあねむちゃくちゃ強い。あ、これジャイブとかって実際の商品名じゃねえかな、これ。やるぜ男だ。技能賞とかあるな。技能賞松井、ナムスポ、今日のナムスポ3勝となって今日のナムスポ3勝、主君賞、関東賞、技能賞って、これ相撲じゃねえかよこれ。個人成績が2名、うん、まあね、とりあえず今回は操作方法確認のためにもちょっとやってみました。ね、次回とかはね、他の球団もちょっと見てみたいっていうのもあるのと、あとリーグ戦っていうのがあったんで、リーグ戦やってみるのもいいかなと思うんですけど、ちょっとねフライの取り方がわからないんでね、かなり苦戦はしそうな気がしますね、うん。まあ、とりあえずまた次回、こちらの
第、スーパーファミコン4かスーパーファミコン4の第2回目もやっていく予定ではありますので、次回もよろしくお願いします。それでは皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。